前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は1年のまとめ、この1年間のヤクザ暴力団はどうだったかっていう話何をね大晦日はね言っているんだということですが、まあね、まあそうだよね。この1年どうだったかって言ったらね、最悪ですよね。この業界に関しては多分ね、おそらくたくさんの人が辞めて、たくさんの組が消滅していきましたよね。あの末端で言うとですよ、大きなところでっていうのはそれはないですけど、どこも数は減らし、困窮を極めておりますね。本当にどうにもならないんじゃないんですか。それこそね、しのぎとか資金面には強かったって、関東のね組織、住吉会でも疲弊してるって言いますからね、それはそういうことでしょうね。まあ結局言い方は悪いですけど、もう残る、もうここで あえて言います。じゃあそこ、そういうことをやってるって言ってるようなもんですけど、何かもうしのぎなんていうものはないですから。いや、今の言いかけてね、しのぎっていうものはないと、要するにまともなことができないから、結局もうこういうことですよ。ニュースの中で多いのは詐欺、それから薬物密漁、そういうことですよね。あと詐欺っていうのは持続化給付金うんぬんかんぬん関連も、もちろんそれからオレオレ詐欺、母さん助けて詐欺、警察庁が命名したんで誰も言いませんね。母さん助けて詐欺って誰も言いませんけど、あれどこに消えたんだっていうふうに思いますけど、まあそういったようなことなんですね。もうもはやこれっていわゆるヤクザの暴力団のしのぎっていうこととはね、到底言えない。まあだから、みかじめに関してもだいぶ厳しい制限がかけられ、ほぼほぼ難しくなってくる。もう任意でやっていただくっていうような、もう分かった上でこのお店だとか片木の人たちがやる分はいいんだけど、無理やりそこに店を出店したから、店を出したから、じゃあ私の方から持ってきますなんてことはありえないっていうことですね。だからもうそういったこともパイは縮小していくという。まああと関西に至ってはもう山口組と神戸山口組、まあ年末にね、寺岡元若頭がまあ稲川会館で謝罪をするということで、まあ一応これでもう結末点はついたと。もう実質的な、もうこれはもう白旗なんで。ただまあそのトップである井上組長は良しとはせず、そんなことはそれとこれとは違うということなんですね。去年の今頃の調査で、意外と神戸山口組300人400人500人いるっていう、ちょっとデータが遅いんであれなんですけど、いやこんなにいるのかということで逆に驚きだったんですけど、今年はまあさらに減っているということですよね。まあ増えていくことはないにしても、じゃあ私が思うには、じゃあこうやって組織維持ってどういうふうに、資金をどういうふうにしているのかっていうのは不思議でなりません。生み出せれるわけじゃないものですから。ただ一つとして、じゃあ組織維持できているっていう人たちは、トップの人たち、あるいは執行部の人たちが経営、会社なりお店なり何らか経営をしていて、もうそれはしのぎじゃなくて、もうそこのそういった方々は経営能力があるわけなんです。別に暴力団ヤクザじゃなくても事業ということができる方が、まあたまたまヤクザやってるって言い方おかしいですけど、ヤクザをやるがために事業をやってるっていうことでもあるのかもしれませんけど、そういった人たちは組織維持できますよね。ただその会社がきちんとなればなるほど、そこのお金を還流させることって難しい。何らかの形で切り離して、自分とは別個でやっているって形にしないと、例えば建設業界、建築業界っていうのは入札うんぬん観音があったり、運送会社っていうのもなかなか厳しいっていうことなんで、小規模のうちの、そうですね、年間5000万から1億ぐらいの建設建築ぐらいならなんとかなるのかもしれませんけど、それ以上になってくると、もうなかなか難しいんじゃないですかね。売上が1億っていうことは、まあなかなか立派なことなんですけども、いやその工事費自体だったらそれぐらいにいっちゃいますよね。解体だと、解体費だって上がってます。解体ペンキだとかそういうようなことでも工事単価自体はそれぐらい超えるんですけど、じゃあ実質その中でどれだけ利益が出て、そういったものをその反社とか、そのいわゆるそういうところに回せれるのかっていう問題は、なかなか役員が入れるわけじゃないので、使途不明金みたいなものは難しいと思います。そうなるとやっぱり多いのは風俗業だとか水商売、現金で扱う商売っていうのが多くはなってくると思いますけど、これもまあコロナうんぬんかんぬんの影響で、まあ今はだいぶその水商売とか風俗業界持ち直してるみたいですけど、やっぱりこの 2,3 年疲弊しましたので、なかなか大変だったんではないかっていうことですね。で辞めていった店がもう小さい小規模のスナックとか、そういうところは体力がないところを潰れていってますよね。地方なんかだと、まあ大きい、それこそ新宿だとか南だとか名古屋の錦だとか栄とか、そういうところではまあその
大箱資金力があるところはそれはやれているのかもしれませんけど、内情はやっぱり厳しいみたいなことを聞きますね。まあそれとお客さんの層も変わったりとかっていうこともありますから、それが昔みたいにすごくドル箱で儲かる仕事ではなくなっているんじゃないかな。やっぱり店舗だって新しくするのに設備投資にはかかりますからね。まあそんなようなことを見ていくとお先真っ暗でございますね。まあ今年の内容を見ると大きなニュースっていうのはやっぱりその逮捕が多いですね、トップの。まあこれどこの組織がどうのこうのって言って、工藤会のことにもそうですし、今同人会に対して壊滅作戦がものすごい力を入れて警察がやってますね。で、工藤会の、総裁会長理事長それ以外の方の事件でも重い求刑判決が出る風に予測されてます。まあ、この1年はですね、なかなか大変な過酷なところだったんですけれど、私がこれからこれね、暴力団ヤクザニュースじゃないですよ。こっからは YouTuber のヤクザに関わる人たちの動向っていうところをね、まあ私はもう変わらずやっております。で、まあホーミー K さん、ホーミー K さんはヤクザの話じゃないですかね。一般的ないろんなことの時事ネタからいろんなことを扱っておりますから。ただ私がやっぱり強いなと思うのは竹垣さんですね。もうここの話させられたらね、私なんかでもやっぱり全然年代が違う、ほら私なんかが、から子供の時に知っていた方たちのお話なんで、これをされたらね、私だったら、はあなるほどということではないんですね。で、数字が安定しております。私が分析するのにはですよ、この竹垣会長のチャンネルを見ていただいている方たちっていうのはやっぱり50代60代、この層っていうのは家で見ている層、テレビでね、テレビで YouTube を見ている層なんじゃないかなと思っております。だから登録者数よりも、通常の登録者数よりも再生数が回ってるっていうのは、登録はしてないけど再生は毎日見てるっていう方たちの、そういった高年齢層に支えられてるチャンネルかなというふうに思ってますね。ここはなかなかもう安定して伸びておりますね。で、私最近注目してるのはね、元山口組の顧問弁護士の山之内先生ですね。私は山之内先生の本とかね、刑務所の中で見ておりました。 YouTube 出てきてね、どうなのかなね、もう3万人行ってね、頑張っておられますね。やっぱりこのあたりのね、こういう話させられるとね、もうそれは太刀打ちいかないですよね。私なんか自分の見たことがどこの思い出話だけをやってるようなチャンネルで、事実にね基づいたね、しっかりした考察っていうのはね、なかなか私もうかうかしてられないなということですね。まああと、まあ、一番笑えてくるのは宅建太郎、同じ太郎でございます。頑張っておりますね。全くヤクザでもないし、捕まったこともないし、おそらく職質すらされたことがないというおじさんが頑張っています。いやー、なかなかもう今ね、宅建太郎チャンネルをね、もう私は一般の方を向けのチャンネルを目指しているんですけど、どうやら宅建太郎チャンネルは業界関係者のためのチャンネル、どこよりも早い、どこよりも早く、どこよりも不正確って言っちゃいけない。でも確認を取ってないと。リテラシーで、皆様のリテラシーで、入ってきた情報をそのまま言ってるってことだから、確実性ゼロ。だけど、その確実性ゼロと歌ってる割には、結構ね、鋭い指摘だったり、なるほどな、ね、いうことでね、私もね、参考にさせて、よし、宅建太郎で言っているんなら、私も喋っていいかなっていうふうに、不明にさせてもらって、俺が初出しじゃない。もしここでなんか文句があって、いや、宅建太郎で言っていたので、というふうに、逃げ場がある。そういうような利用のさせ方。まあ、彼とはね、情報のね、やり取りもしておりまして、ね、一緒にね、盟友としてね、共にね、戦って、何と戦っているんだと。ね、そういうような形で、ね、やっぱり、いろいろやっぱりそうなってくると、いろいろね、コラボとかね、直接しなくても、いろいろ繋がっておって、情報提供しながら、皆さんね、やっております。まあ、そこに対局するのに、やっぱり、ヤクザ、話ばっかりじゃないけど、やっぱり私のね、親交がある草加慎也、丸山ゴンデス、このあたりはやっぱ強いですね。まあ、もう100万人いくんじゃないですかね、あのチャンネルは。まあ、ヤクザばっかりではないですからね。はい。そういったところでね、今年はね、こういったところはもう安定してきたかなっていう。で、まあ来年に向けてまたね、いろいろね、ニュースがね、これニュース、私たちみたいなのが存在するっていうのはね、あんまり良くないんだけど、しょうがないですね。こういったことに一定の興味があるっていう方たちが多いので、はい。じゃあ来年もよろしくお願いいたします。以上です。